ミートボール。うん、いただきます。これが何ですか？うまい。スフレロー。スフレロちょっとこんなによくなって恥ずかしい。いいの。50円アイスクリーム先っちょお母ちゃん食べました。そう食べるわさこりゃ。はい。今日からイケアではもみの木が販売されております。本物もの。2499円。レジ真ん中に入りました。レジにここ僕の場所イケアで買ってきたボックス早速入りました。大ちゃん小麦ちゃんも来ました。小麦ちゃんも入るかな。慎重派の小麦ちゃん入るかな。やっぱり入りません。小麦ちゃんは慎重です。レイちゃんは何も考えんとすぐ入ります。イケアでテレビ台を買ってきました。安いやつですがさらにアウトレットで安くなってたやつ買いました。十分です。お父ちゃんテレビの配線してます。いいの？うん、新しいです。変じゃん。はい、じゃあはい、はい、じゃあじゃあアツアゲ。アツアゲちゃうわ。大ちゃんどうやってあげる？さあ考えろ考えろ。はい。今日 IKEA に行ってテレビ台を買ってきました。大ちゃんはキャットタワーへキャットウォークへ行くことができるでしょうか。これなら新幹線1両中にすっぽり入っちゃいますよね。あ、油揚げばっかり食べてない？油揚げのネギ。ネギはさみ焼き。ウインナー。そしてご飯。いただきます。はっちゃん。いただきます。いただきます。爪噛んでる。本当に綺麗です。そんな目で見ないで。
すな。持っておいで、持っておいで、持っておいで、ジャラシ持っておいで、持ってきて、あれ持ってきて。めいちゃん、こっからここひとっ飛びで行きました。ちょっと心配したんですよ。やっぱり猫は猫でした。大ちゃんはそう、大ちゃんどうやらまだ行ってない。あれあんな近すぎたら飛びにくいんじゃん、うん、もうちょっとこっちやの。いや、あれぐらい飛ぶ。大ちゃんの真上によう飛ぶもん、大ちゃん。ごめんね、これぐらい飛べるやん。大ちゃんでも小仙峡のオフにそびえる絶景の山、大ちゃん。こんな山どうやって登るのと思われるかもしれませんが、実はたった30分で登れる低山なんです。そこには信玄が愛したあるものと知れざる器の数々が。よいしょ、大ちゃん。よいしょ、起き上がったね。はい、はい、豊田、豊田市保見町福岡屋さんで買ってきました。いちご大福です。いちご大福と草餅。美味しいんです、ここのいちご大福。いただきます。いただきます。どうぞ。いかがですか。大丈夫ですか。食べて。いただきます。いただきます。一国の主としても貝の国の経済を大きく発展させました。その優れたリーダーシップの秘密が八三郎岳の旅でわかるという。ルグループが販売した水に入って10万人のお客様からご注文をいただき、本当にありがとうございます。え、社長、そんなに売れたの。はい、この炊飯器に2つの人気のうちがのセットとしてご紹介したたくさんの奥様からたくさんご注文いただきました。人気のうちがまが1つは土鍋加工のうちがまです。ああ、土鍋の。びっくりするほど美味しい秘密は熱伝導効果によりお米の芯まで火が通り、一粒一粒の甘みが。なんかね、痛そうな音したのに、痛そうな音。穀物を充実させるっていうことに、まあ一つ気をする。来てって言うてもいいんじゃない。全ここに鳥居が現れたということは、昇仙峡も花桜神社の参道だったということ。この先が八三郎岳。さあ、いよいよ登山開始と思いきや、どこなんですか。こちらから。あれ、こちらから。ロープウェイ。ロープウェイ、ロープウェイはないの。これで上に登って、え、これで登るの。よかったです。これで登る理由があるんです。はい、あるんですか。これは旅の要素を存分に楽しみたいんですよ、うん、ですから公共手段とかはできるだけ使って時間にゆとりを持って。この先は本格的な登山道。しっかりとした山の上で進みましょう。中でも靴は重要。ハイヒールやサンダルは厳禁です。そして注意書きにはこんな一文も。スリルに満ちた登山道ってご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。